お疲れ様です。山本太郎さんがね、芸能人だった頃、海外のロケなどで、まあ、体験したことをね、たまに凱旋で語ってくれるんですけども、 なんだっけな、現地でその牛の血かなんかを飲む、そんなお酒みたいなのがあるみたいな話をしたと思うんですよ。まあ、とにかく私たちの生活環境では考えられないような食べ物とか飲み物とか、それからまあファッションですよね、生活ライフスタイルっていうのがあって、でこれは別の方から聞いたんですけども、まあ、海外に何度も何十回も何百回も行ってるような、まあ、NGO のね、なんかその個人遊泳者っていうのかな、まあ、個人でいろいろと海外行って、あの海外支援されてる個人の方、これ YouTube もされてる方なんですけども、その方が言うには、海外に行ったらまずですね、下痢に悩まされることと、飲料水と飲んじゃいけない水の違いがしばらく分かんなかったり、あとその土地その土地の風土病にかかりやすいって言ってましたね。で、日本ってのは公衆衛生がものすごく進んでいて、ちょっとしたことではね、あのそこそこ風邪もひかないし、重大な疾患にもならないんだけども、でそれはね、あの日本人の抵抗力があるわけではなくて、あのそもそもそういった病原体とか病原菌っていうのが存在してないらしいんですよ。だからあの体を壊しやすい人っていうのはすごく極端に減りましたよね。で、万が一何か重大な疾患になったとしてもね、それは近くの病院で簡単に解消されるっていう、そういうふうな保健医療制度も整ってるんで、あの伝染病が広がるその要因がないらしいんですよね。で、基本的にはあのお風呂っていう文化も日本だけですし、上水道下水道が完備されていて、こんなパーフェクトに健康状態が保てるところってのはあんまりないらしいんですよ。しかもあの公費が大きいんですよね。健康を保つのに、日本人は最低限度の健康で文化的な生活をみたいなね、憲法25条の条文もあるように、本当にね、なんかその辺普通に歩いていて落ちたもの食べて、なんか入院するようなことにもならないですし、毒蛇に噛まれたとかね、なんかイノシシが出てきて人間にぶつかったってことあんまりないわけですよね。ましてや人間が意図的な犯罪を犯す例ってのは増えてきたとは言ってもほとんどお目にかからないみたいな感じで、なんかすごく平和で安全で健康的に暮らせる国なんだろうなっていうのもね、やっぱりよく言われてますよね。まあその上で、それも相対関係で海外に過ごした方がいいのかどうかってことですけども、これランニングコストの件でよく言われるんですけども、前回も話したように、確かに日本に暮らしてると、まあ、いろんな税制負担がものすごく大きいような気がするけども、日本以外の国だとほとんどの国でもう自己責任が前面に出てるらしくって、あんまり生活の保障ってないらしいんですよね。まあ、ブルガリアですとか、そのゆりかごから墓場までみたいなイギリスみたいなところ、一部そういう制度はありますけども、当然こんな移民で行く人にはあんまり適用されなかったりするんで、まあ高根の花みたいなこともあったりとかね、なかなか難しいみたいで、実際に吉田さんが言われるように、住んでみないとわからないところが結構あるんですけども、でも住んでみても、あ、事前の情報通りだったってことが結構ね散見されたりとか、中には上手にね、いろんな国を渡り歩いて住んでる人もいるんですけども、本当にね、あの安定するまでは厳しいらしいですね。まあけど、思ったように生きていける選択肢があるんだったら、やってみるのは何よりだと思いますんで、私もね、同じように考えてますけども、海外生活とか、そもそも拠点を求めない生活とかいいんじゃないかなと思います。まああれほど寝なし草と言われている堀江貴文さんでも、結局大半は日本に住んでいるっていう現状を見るとね、ああ世界中回ってる堀江さんでも定住するのは日本なんだみたいにね、思うところもあったりとか、まあとてもじゃないけど、私もね、海外が合う人間ではないと思いますね。最後はこの国に根を下ろすのかなと、だから生まれ育った町ってのは教習年齢もありますしね、なかなか故郷を捨て去るってことは心理的にも、それから物理的にも難しいのかなってところありますね。そういう意味で言うとね、あの覚悟してるところありますね。まあ行ってみたけど、やっぱな、帰ってきたいなとかね、そんなとこじゃないですか。まあ山本太郎さんもね、芸能人やっていて、いろんな国に行って、でそこに定住することもできたはずなんですけども、わざわざこの国に帰ってきて、この国をね、なんかこう正すことに自分の覚悟を決めているっていうのはね、やっぱり腹くくってるなと思いますよね。まあ人それぞれ、何に腹をくくるかはまたそれぞれということですか。じゃあ、いってらっしゃい。